I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me.疲れちゃったか。 こんにちは。 今までに会ったことはないよな。 うん、初めましてだよ。 私はストレア。 よろしくね。 怖い顔して。 ちょっと興味があったから観察させてもらってたの。 キリトは強くて有名人だもん。 興味を持って当然。 あ、わかる？ 私も結構強いよ。 やっぱりね。 キリトやっぱり近くで見た方がずっと可愛いね。
ねえねえ、これから時間ある？一緒にお茶でも飲みたいな。いいよね、さっきも要望を聞くって言ってたし。やったね。ここのカフェでいいよね。さ、座ろ座ろ。そのカフェオレって美味しい？私のミルクティーちょっとあげるからそっちも飲ませて。思ってたより甘くて美味しい。コーヒーとかって大体苦いじゃない？苦いのって嫌いなのよね。キリトのことを見てたよ。75層のボスを倒した時とか。それって、私のことをもっと知りたいってこと？キリトって結構積極的なんだね。
でも質問はここまで。答えてほしければまた今度デートしようよ。ありがとう、キリト。また今度ね。約束だよ。一緒にいるところは見たことがあるけど。 NPC じゃないよね。あれは下の階層から新しく来たとか、そういう人？それにしてはずいぶん仲がいいみたいですけど。うわっ、あの人キリト君の膝の上に座った。全員座れますよ、なんて。あんたは観葉植物の植木鉢でものっけてなさいよ。ひってえ、ちょっとした冗談じゃねえか。それじゃどういったことなのかキリトに説明してもらいに行きましょうか。ちょっといい？皆さんどうも。キリト君、あなたはキリトさんとどういう関係なんですか？
とは。とっても仲良しな関係。仲良しな関係だったら膝の上に乗っ、なるほど、紹介ありがとうね、キリト君。それとキリト君、後で私の部屋に来てもらえるかな。ねえねえ、私も行っていいかな。アスナってキリトのお嫁さんなんでしょ。キリトのお話聞きたいな。なんか楽しそう。ねえ、みんなで行こうよ。そりゃ構わないけど。何なんですか一体。そういえば私まだキリトの部屋に行ったことない。アスナの部屋もキリトの部屋も見てみたいな。なんだか大変そうね。あの、じゃあ部屋に来る？あ、でも今日はやめておく。もう10、それにみんなとも仲良しになれたし。だから2人の部屋に行くのはまた今度の楽しみにとっておくね。ええ、あなたがそれでいいならいいけど。それじゃあ私帰るね、キリト。はあ、嵐のような子ね。何だったの本当。どうせキリトが町でナンパしたんでしょ。ちゃんと責任取りなさいよ。
希望。ああ、75層の扉が開いてから攻略組が帰ってこないだろ。これは何かあったなと思ったわけだよ。キーボーがなかなか一人にならないから会うのが遅くなっちゃったよ。まあそうだけどな。戻れないんだろ。何、もともとこの世界から抜け出せないのは変わらない。だったら俺っちも前に進むよ。そうだろ。これはま、借りができるのはあんまり良くないんだけどな。特にキーボーからの借りは。そっか。じゃ、言われなくても大丈夫だよ。立派な店構えだな、リゼ。そうでしょ。新装開店、リズベット武具店へようこそ。滑り出しにしてはまあまあね。感じの店でしょ。ちょうどこの物件が残っていたのよ。前みたいな水車がないのは残念だけどね。思えばあのお店でキリトの片手用直剣を作ったっけ。結局あれより強い剣は作れなかったわ。ダークリパルサー、暗闇を払うものだったわね。
私が作ってあげてもいい。ただし条件、私のスキル上げに付き合ってほしいのよ。ほら、事件のせいで家事の上級スキルがなくなっちゃったって言ったじゃない。だからまた上げ直さなきゃいけないのよ。それがないと鍛冶屋としても半人前だし、それにキリトの剣も作れないし。
し、よし、よし。どうしたの？さあ、行きましょう。よろしく、キリト君。どうしたの？さあ、行きましょう。よろしく、キリト君。またね。キリト君。どうしたの？どうした？
キリト君。危ない！下がるんだ！任せて。行くぞ！ありがとう。
キリト君、いよいよか。
よし。そうだね。それじゃあね。お疲れ。